犬養毅1855年から1932年政治家内閣総理大臣など要職を歴任立憲政治を貫く護憲運動で活躍憲政の神様と呼ばれました犬飼は一度政界から引退しますしかし辞職に伴う補選で 地元の支持者たちは勝手に犬飼を立候補させ再選させました犬飼はしぶしぶ承諾本人は引退したのに周囲により政治家を続けることとなったのです後に総理大臣にまで担ぎ出されることになります本人の意思とは関係なく運命はどんどん進んでいくのでしたそして1932年5月15日 総理官邸に海軍の青年将校らが押し入り犬飼首相を討ちました犬飼は駆け抜けた女中の手入れにこう言いました「今の若い者をもう一度呼んでこいよく話して事情を聞かせるその数時間後犬飼は息を引き取りました話せばわかる5.15事件の犬飼の最後の言葉」 話せばわかると言っても結局銃で撃たれたではないか話してもわからないではないかと思う人もいるかもしれませんしかし後の証言で明らかになったのですが話せばわかると犬飼いが言ったのは撃った青年証拠が立ち去った後ですだから青年証拠は犬飼いの話せばわかるを聞いていませんこれはある意味とてもすごいことです 自分に銃を向けてくる相手に話せばわかるというのならまだしも銃を撃って立ち去った相手に話せばわかると言ったのですからもうすでに撃たれたのですから自分は撃たれて死にゆく間際でのセリフなのですから犬飼いの話せばわかるは命乞いではなく本当に話せばわかると思ったのでしょう政治家としての犬飼いの評価は賛否両論ありますが 今回はそこではありません話せばわかるという日本の精神を貫いた点です日本の精神となること向けやあすを貫いた点です日本のやり方は話せばわかる犬飼の縁素は鬼滅彦の御事に従った犬飼い武の御事と言われております鬼滅彦の御事は桃太郎のモデルです 犬飼健のみ事は桃太郎の家来の犬のモデルと言われています桃太郎一行は鬼退治をしましたが犬飼健のみ事には桃太郎に鬼を退治するのではなくこう進言してほしかったです話せばわかる話せばわかる話せばわかるが日本の精神です